ちは。はい、前回撮影日8月8日から約1週間、はい、世の中にの相場に関連するニュース、そしてチャート的にはどう動くねんっていうのを全部ザクッと見れる動画があったらいいなと思って形にしました。七不思議のパーフェクトアイ。今回はね、うん、ニュースも薄めだよ。まあ内容は濃いというかね。内容はね、濃いけどね、はい、ちょっと分量少なくしました。で、前回の振り返りとかもなしにした。まずですね、ですね、ニュースコーナーが一番回ってますよ。そうなんですね。七不思議さんのコーナーの中で。結局、うん、みんなチャートなんかどうでもいいんですよ。そんなことはないでしょ。そんなことはないけど。投資してないんですよ。まあ、投資家が YouTube 見てる比率は少ないんでしょうけども。少ない。まあ、ニュースは人気がありますね。他のチャンネルとかでも、うん、あのチャートとか何もやってないのにめっちゃ回ってるやつあるもん。うん、こういうニュース系のやつでね。ね、うん、ニュースもいいねんって。まあそれはそうだと思います。ニュースだけやろ。というわけで今週もですね、深い話、はい、ニュースの裏話などしていきたいと思うんですけど、その前にですね、まだの方はぜひチャンネル登録のお願いいたします。チャンネル登録増えていくとね、いろいろやばい話もどんどんしていけると思います。うんうんうん、まあ母数が増えれば、うん、そうだね、発言力も増えるというか、そうだね、僕たちの YouTube 番組の、うん、自体の存続も、うん、あ、やぶ、よく、盤石よくなる、はい、うんうんうん、そう、お願いします、お願いします。はい、まずですね、まあ、ダウですよね、うん、前回見ましたけど800ドル下げということで、はい、結局米中ですよね、うんうん、でそんなこともあってですね、トランプ大統領が、はい、この中国ではなく FRB だと今注目すべきは、うん、みたいなことを言いまして、はい、でアメリカの2年債と10年債が逆イールドになりました、うんうん、でアメリカとイギリスですね、2年債10年債の利回りが逆転したんですね、はい、でそれ示し合わせてかのように銀行株が大暴落、うん、一斉に売りを浴びて落ちました、はい、うん、でパウエル議長の政策はですね、債券市場に悪影響を及ぼしたんだと、うん、まあ、景気後退になるんじゃないかみたいなことをトランプ大統領はツイートしました。おう、うん、利回り差はあまりにも大きく、何も分かっていないパウエル議長と FRB に他の他国は感謝していると、うん、ドイツなど多くの国はゲームに興じている、はい、クレイジーなイールドカーブだと、うんうん、我々は簡単に大きな報酬と利益を手に入れるはずなのに FRB が妨げとなっているというようなことを言っております。はい、だってそのクレイジーなイールドカーブのところだけ全部大文字で大文字で強調してはりますよ。そう、かなり怒ってる。We will win って言ってますね、うん、ということでかなりその中国の方に目を向けずに FRB のところに目を向けたいんだというふうな、トランプ大統領の意図的な意図が見えますね、はい、でちょっと気になるのは、いろんな他の通貨が、まあ、暴落というか急落というかしておりますということも言いたいですね。で一つはですね、アルゼンチンペソ、あ、はい、ドッコン吹き上げてますけれども、はい、まあ、これ週足ですよ、うん、週足やのにこの1週間だけものすごい陽線が出てしまいました、はいはい、これですね、現職の大統領と、まあ、新しい大統領がいるんですけれども、うん、まあ、いわゆる大統領の予備選っていうものがあるみたいで、はい、アルゼンチンはね、でそこで現職の大統領がその今候補に出てきている新しい大統領に負けたんです、うん、なんか大衆意見を汲み取るような政策を言っている新しい大統領ですね、うんうんうん、に負けたっていうことを受けてドンと吹き上げたということですね、はい、吹き上げたっていうのはあのペソが弱くなってるんですよ、これこれドルペソ、ドルペソ、ドルアルゼンチンペソなんで、上に行 くと弱いってことですね、弱いってことです、ドル円と一緒の感じですね、そうです、チャート的に見方で言ったら、うん、でニューヨークでも株式市場でもですね、うん、アルゼンチン国債の相場が 20% 近く下落と、はい、でアルゼンチンの企業の株価は 50% 急落と、お暴落ですね、半分、うんうん、になったっていうことで、アルゼンチン大丈夫かっていうような状態になっております、はい、大丈夫じゃないだろうけどね、はい、結局この新しい大統領っていうのは株式市場的に言うと全然ダメだったっていうことですよね、うん、うん、今までの大統領でやってた方がまだ良かったのかもしれないですね、はいはい、これから政策がうまいこといくんかもしれないけどね、うんうん、でもう一つですね、アルゼンチンも中国は結構入り込んでますからね、うん、米中貿易戦争の大戦争みたいな予備戦やったんでしょうね、うん、うん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 、なるほどなるほど、うん、そうですね、
だからアルゼンチンやばくなっても中国もちょっと影響を受けますよね。いやだいぶありますよ、だいぶお金出してますからね、うん、めっちゃ基地作ってるしね。はっそんなんはでもみんな知ってることやから。みんなは知らんわまあどんどん悪くなっていってると 一回言ったことがありますけれども、コリアウォンですね、これも急落しております、うん、はい、うん、まあ、これ週足ですけども、7月29日、7月29、8月5日の週ですね、この2週間でドドドドドッと下げてきて、うん、なんとですね、この前回の安値っていうのを割ってきちゃったんですよね。あ、はいはい、次来るのはここですわ、うん、っていうのでかなり韓国経済が弱くなってきてるというふうに言えると思います、はい、もちろんですね、もうすでにここら辺の時点で買い出動してるみたいなことを言ってたので、うん、まあ頑張ってると思うんですよ、政府がね、そうそう、うん、あの門外を、うん、門外政策をやっております。まあいろいろ日本政府といろいろやり合ってるじゃないですか、やり合ってるというか、はい、うんうん、日本はめちゃめちゃやってるわけじゃないですけれども、おそらく、うん、でホワイト国除外するっていう日本の政策の発表ですね、7月1日にあった、そこからですねやっぱり状態が良くなくなってきてるっていうのはありますね、うん、ここですからね、急落というか1回上っての下げが始まったところですから、はい、うん、で8月2日あの閣議決定に対してですね、日本領事館に乱入とか、うん、まあ、不買運動もやってますよね、反日デモもやってますし、うん、で、政府とか政治家は日本を批判してますという状態です、はい、で今まではですね、まあ、ウォン安になってるんで買い出動してるんですけれども、また再び金融危機にこのままやったら落ちるんじゃないかというようなことも言われております、うんうん、でその時に日本はどうするのかと、前回はですね日韓通貨スワップ協定っていうので、まあ、助けたんですよね、基本、あ、はい、まあ、形的にというか、まあ、実質的に助けたわけですけれども、うん、まあ、韓国が有利なその為替レートで日米でやり合うよっていうようなあの取り決めを決めてね、まあ、だから韓国ウォンを買い支えるためにドルが使われていく、ドルがなくなるんで、ドルがなくなる、日本がドルを借り、うんうん、有利なレートで借りていると、うん、っていうので助けたんですけれども、2015年にはもうそれ解消してるわけですよ、うんうん、それもいろいろあったんですよね、そのあまりうまい、まあ、韓国的にはうまいこと言ったんやけど、まあ、日本的にはいいことしたんやろやんけど、うん、韓国に認めてもらえなかったというか、うんうん、全然その見返りを求めてたわけじゃないかもしれないけど、いや求めてたかもしれないけどあの何ていうか恩着せがましいみたいなことを言われたわけですよね、うんうん、ほんで、まあ、今回はどうすんのみたいな、まあ、こんな感じになってんのにまだ助けんのかいっていうようなところが残りますねということですね、うんうんうん、まあこれは、まあ、ちょっと先にやってみないと分かんないことですね。ちゃんと言葉を選んでいいですね。はい、あんまね、まあ、前回もちょこっと言いましたけど、あんまり、ね、韓国の話すると一番消されますから。そうなんですよ、メディアは、ね、あんまりちょっとすいませんね、うんうん、そういうチャンネルになってしまいました僕は言いたいことは100分の1も言ってませんけどね、うん、黙ってるなと思って黙っとるなと思ったけど、うん、まあ言ったら仲良くしようで8日です。8日ですよ、はい、香港警察がですね空港に突入しました。で、中国軍が香港の国境に移動してると、うん、で深圳ですね、これ深圳で撮られたらしいんですけれども、はい、もう軍の車がですね列をなして今もうその深圳の港付近に行ってるというようなことが言われてます、うんうん、あとアメリカの企業が撮った航空写真でやると、あのサッカー場に軍のトラックがドーンって並んでる写真も撮られてます、ね、ああそうですね、うん、これですねおそらくね、あ、はい、まあ、これが実際にほんまに深圳とかで撮られてるかどうかちょっと分かんないんですけれども、うんうん、まあ、多分ある程度ニュースサイトとかなんで AFP とか撮ってるんで、まあ間違いないと思うんですけどね、はい、まあ、相当これは怪しくなってきてると言わざるを得んですね、うんうん、しかしですね8日ですね、うん、中国国務院香港マカオ事務弁公室の主任さんがですね、ほう、まあ、トップの人ですけれども、うん、香港政府が制御できない動乱が起きれば中央政府は座視しないと発言しました、はい、うん、でつまりは
中国軍が出てくるよと、人民軍が出てくるよっていうことを示唆しましたということですね、はい、うん、で香港でですね14日ですね、これは、まあ、ごく少数なんですけれども、ボートがガス弾を投擲して警察官にすごい火傷を負わせたということで、うんうんうん、これは香港マカオ事務弁公室の報道官ですね、北京でこのような深刻な罪を犯したボートを強く批判すると言いましたということですね、うん、で香港での鎮圧に部隊投入を正当化する布石じゃないかと、あ、まあ、言うたらこのガス弾投擲した人もほんまにそのデモ隊の人かわからないわけですよね。違うよ、わからないわけですよ香港のことは何でも言うよいや中国側がこういう中国なんでしょ、中国よくやることって、ね、まあ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 、いろんな国でやってるやん、アメリカもやってるし中国もやってるし、まあ、日本も昔やってたしなそうそうそう、結局そういうことなんですよね、うん、あの自作自演というかね、そういうことは、うん、まあ、たくさんやられてるんですけど、ドラマの話です、ドラマの話、そうそうそう、映画の話です、うん、ですよね、うん、まあそういうので入ってくる口実を与え作っているのかなというふうにも見えなくもないと、うん、ただ14日ですね、ここの、香港のデモの現場にですね、オーストラリアとイギリスの外交官が出てきたと、ほう、うん、つまり、まあ、舞台入ってきてこれをどうにかするんやったら僕たちは黙ってないよというような意思表示でもあるということですね、うん、ぐちゃぐちゃになってきましたねうん、本当にでですね16日です。あ、それじゃあその香港でついでにイギリスちょっと大きな動きがあったので言っておきますと、まあ僕もの先週のニュースで言ったように、これは香港のデモはアメリカと中国の戦いだと思われがちですけど、絶対に裏にはもともとイギリスがあると、イギリス領があったからイギリスがいると、というかイギリスの話だと、うん、で実はイギリスのガーディアン紙によるとですね、まあこれあくまでイギリスの議員さんの一人が言ってるだけなんですけれども、うん、旧そのイギリス領時代だった頃に、うん、イギリスのパスポートを持っている香港市民ですね、うん、時代の時の パスポートを持っている香港市民約300万人いるらしいんですけど、うん、その人に完全な英国国籍、うん、イギリス国籍を付与すべきことを検討していると今、うん、マジでっていうのを一議員ですよ、一議員さんが言ってるから別に政府決定ないんですけど、うんうん、言い出してるんですよ。つまりどういうことかというと、香港の人たちがイギリス国籍になってこと、うん、なると中国はもう手出せないですよ、ね、出せない、ね、戦争なのからね、うまいね、っていうことをやろうじゃないかって言い出した人が出てきたんです。へ、今回ほんとつい最近ね、ほうほうほう、だからこれはもっと大きな問題に発展していくと思います。うまいね、うん、イギリス領になってばかりにするかないややこしいことしたねあっていう動きも出てきてる、だからイギリスも出てきたってことね。まあですね、うん、内やしみたいな、もともと内やしみたいな感じ、もともと内やし、まあもともと内って言ったらおかしいけど、もともと中国領やから、そうやね、アヘン勝手に売りつけて、うんうん、勝手に戦争して勝手に取ったからな、そうやな、イギリスが、うん、これは別に教科書載ってますよね、載ってます、アヘン戦争載ってますよ、うんうん、山川 B です日本史 B ね中国から輸入品があまりに多くなってヨーロッパの議員足りなくなったから、代わりにアヘン売ったら言って、うん、アヘン売って中国の人がアヘンまみれになって、このまま国がやばくなるからということでイギリスと戦争して、結局アヘン戦争を起こってイギリスに負けて、うん、香港99年間取られたっていうね。そうですね、だからもともと中国領ですよね、大体そうやってね、大きくなった銀行が銀行え HSBC とかそうじゃないですかちなみに香港は中央銀行ないですけど、 HSBC が、うん、あの香港ドル吸ってますから、まあ、代わりをやってるわけですね。あと2つが、3つの銀行、3つの銀行、民間銀行が香港ドルを吸ってるんですよね、うん、だからこれは完璧に通貨をめぐる戦い、通貨発行権をめぐる戦いでもあるんで、香港デモの本質は、なるほど、だからそう簡単に収まるわけがないということですね、って言ってた違う YouTube で何か言ってた僕はゆいちゃんのおばあちゃんが聞いたどんなおばあちゃんだ、おじいちゃんおばあちゃんすごいなモサドいつの間にか繋がってたのでですね、15日、うん、15日トランプ大統領がですね、はい、香港デモと米中の貿易戦争をリンクさせました。これ初めてのことです。リンクさせた、リンクさせた、リンクさせて語ったってことです。あ、はいはいはい、中国が貿易協議で合意したいのであれば、うん、香港で行われている抗議活動に
人道的な対応をするか見てみようやないかと発言しましたということです、はい、なあまあいやもうねこらあごめんピー言うといてくださいでね、うん、なんかこれを人道的な解決をしないと、うん、あかんでっていうことを言ってるわけですね、はい、それ当たり前なんですけれども人道非人道的ってまあ言ったら武力の介入です軍隊の介入です、まあ、天安門事件みたいなことですね第二の天安門事件にならざるを得ない、うん、で中国にとってはこれ難しい条件なわけじゃないですかもうこうなってくると、うんうんうん、でも国際社会的には中国は武力を香港で使えば負けみたいな風になってきているということですね、うんうん、かなり難しい状況に立たされている中国ですね、はい、という状況になってきましたということですで香港情勢を巡って、まあ、習近平さんと近く電話協議することがは明らかになってます、うんうんうん、そのトランプさんがね、はいうん、で中国外務省がですね、うん、アメリカが犯罪分子と共謀しているとで香港での反中国活動に関与しているというふうな声明を発表しましたお、うん、まあそうでしょうね、まあ、そうなんですけどそうかもしれない、うん、完全に黒じゃないけどね、うん、完全に白でもないちょっと黒っぽいグレーなんですけれども、うん、どっちにしろですね中国ってこういうことでその具体的じゃないんですよねどういうことですかだからこれは誰々さんが誰々さんに何々してるよとこういう組織があってこういう組織があってっていうことはあまり言ってないんですよ、うんうん、あはいはいはいその外務省とか発表してるとか、うん、報道局が発表してるっていうのでちょっとよくよく中身を見てみるとあまり具体性がないんですよ、ねうん、ああなるほどなるほど、うんうん、だからそれもちょっと、まあ、いずれもやなと思って僕は見てますけどね、うんうん、はっきり言うたらええのにって思いますねはっきりしてるんやったらね泳がしてるとかそういうことじゃないのかもしれないね、うんうん、でこれはちょっと追加のあれですけれども、はい、アメリカの財務省がね発表した国際資本収支統計っていうのが出ました、うんうん、昨日か一昨日かなで6月のアメリカ国債のですね保有額はですね5月より218億ドル増えましておお2兆2000億円ぐらいはい、はい、1兆1200億ドル日本が首位になりましたあ国債保有国債アメリカ国債保有国やったぜイエーイアメリカに貢献してるということでね、うん、あの中国はですね、うん、実は、まあ、その5月まで1位やったんですけれどもこの数年ずっと1位ですよねそうですね、うん、2位になってます、はい、でも23億ドル増えてるんですよ、まあ、買ってるんですね買ってるんです、うん、1兆を今1125億ドル、はい、ということであまり変わらないんですね日本と、うん、で売ってるっていう懸念があったわけなんですけれども、うん、あものすごいアメリカ国債売ってて仲悪いから、うん、なんか国債売ったったらええねんアメリカ潰しちゃったらええねんみたいなことを中国でできるんですよねやろうと思うや、うんうん、それやってるんちゃうかっていう懸念があったんですけれども実は買ってるとおもうちょっと少ないけどね、うん、日本よりだいぶ10分の1ぐらいになってるんですけれども、うん、中国は今2位ということですねどういうことなのかなとまあ表ではねこれはもう裏話の裏話だから言ったらあかんと思いますじゃあやめてきます要は劇ですよねプロレスなんですプロレスも本気の時あるもんねうん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 、本気のこともあるしで本気と思うから面白いわけやしそう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 、うんうんうんまあ、日本はね政府は、うん、アメリカから国債ちょっと買わへん言われたら、まあ、買いますって言いそうですけども、うん、そうやねそして絶対売らないしそうやね、うん、売るなんて選択肢ないもんね買うだけ買うだけ、うん、中国も買ってるんですね買ってるんですよね、うん、でそういう本当ね、うんうん、あのどこういうことが、まあ、知っておくとなんていうかね、こう透けて見るというか、うんうん、その今僕が前半で言っとったようなツイッターとかいろんな報道で見える情報っていうのは表の情報というかね、うんうん、表に出そうとしている情報なんですよね、うん、その情報を出すことでこの僕たちがどういうふうに今思ったか、うん、どういうふうに感情を持ったかっていうのを作りたくてそれが出されているわけです、うん、で
本間の情報は多分こういうところに現れてくるんだと思いますね。その国債がどんだけ数字として増えているとか、うん、そういうところは、まあ、ある程度本間のことで出してくるでしょうから、これもこれさえ嘘かもしれんけどね。まあまあまあ、うん、でもまあそこを本当とするのはそこから透けていって、じゃあこの表の僕たちに与えたかった情報から推測するに、この人たちほんまはそうこうやなっていうようなことを推測できるというような、あのちょっと回りくどいかな、そういうそういうようなやり方でいいと思いますよ。その方が武器売れるからな。そうなんです、あ、うん、そういうことなんですよね。大丈夫か大丈夫かな最近飛ばしすぎちゃうか、うん、ちょっとな、言わへん風にして言ってるような気がしてちょっとね、うん、今日はね、うん、そのうちさ俺らが何にも裏の話せえへんくなったらお察しください誰かから怒られたってことねちなみにですね、うん、あのイランの駐モスクワ大使がですね12日です、うんうん、でロシアに対するイランの輸出が4倍に増加したというふうに発表しました。これロシアの大使ですね、うんうん、あの中モスクワ、あ、違う違う、イランの駐モスクワ大使なんで、でどれだけの期間で、まあ、いつから4倍になっているのかそれちょっと分かんないんですけれども、うんうんうん、まあ最近はですねその軍事関係以外のところもものすごく強化していってるみたいなんで、うん、がっつりタッグ組んでると考えた方が良さそうですね。なるほど、うん、なんでイランの方は強硬というかね、お互いも折れるところを知らないというような流れになっていってます、うんうんうんね、経済も後退してリセッションが近づいてきている感じがするし、うん、で世界はどんどんやばくなっていってるし、はい、というようなことが、だってこんなに1週間で通貨急落2つも してるよ、はいね、はい、で株価もめちゃめちゃ下がってるよ、うん、香港もどんどん良くなくなっていってるよね、うんうん、大変だよねこういう時にこうあんまり興味を持ってない若い人は何を考えてるのかな。え、どういうことですか。タピオカとかタピオカとかあタピオカとかか、そうちゃいます。あ、そうですかという感じでね、うん、あ、結構喋っとるなという感じで、今週はそんなニュースがありましたということですね。ちょっと戻りますけれども、うん、13日ですね、この米中なんですけれども、はい、アメリカ政府がスマートフォン、ノートパソコン、あとおもちゃですね、うん、特定品目への追加関税の発動を12月15日に、うん、あの先送りにしました。9月1日って言ってるのを、うん、そう延期したってことですね。延期したってことですね、うん、1000億ドル分にあの追加関税かけるって言ってたんですよね、はい、で、まあ、パソコンのモニターとかですね、うん、ゲーム言ったか、うん、ゲームとか、まあ、パソコン、コンピューターですね、うん、でも全部入ってます。あと靴とか医療とか一部分ですけれども、これも入っているということです、はい、つまり完全にクリスマス商戦に配慮していると、うん、あ、アメリカはクリスマス商戦で 1年間なん結構な割合の部分が折れるから、そうです、そこに関税かけて高くしたらやばく、アメリカ経済がやばくなるから、うん、自分たちのところで伸ばしたみたいな。そうですね、うんうん、入ってこんかったらねなくなるわけですから、うん、クリスマス大事ですからね、アメリカ人にとっては、はいはいはい、そこをお前がそんなんするからこんだけお前並ばなあかんやんけとか、うん、物がないやんけってなったらトランプさんね、ちょっと来年の大統領選挙に響きますからね、ね、うん、危ないですよね、うんうん、なんでやっぱりそこら辺は配慮していこうという優しさ優しさっていうか自分の票欲しいだけですいや優しさです、これクリスマス大事やろ言って、ね、そういうところが懐の大きさがあるんですよ、うん、ちなみにその完全な中レアアース入ってないでしょ。入ってないですよ、もちろん。だから裏の裏では、うん、繋がってる、仲いいんでしょうね。仲いいですよ、うんうん、きっと。そうそうそう、仲良くするしかないですよね。レアアースが入ってきたらほんまの戦争ですけどね、うんうん、まあ、なんて言うんですかね、うん、言葉が難しいんですけれども、うん、茶番このコーナーが違いますいや、まあそれでもいいですよ、うん、まあ、結局茶番なんですよね。もうね、茶舞台の上でやってるようなもんですあの紙相撲をこの令和の時代に昭和の時代に言われても、茶舞台でしかも紙相撲やってる昭和初期の遊び
みたいなもんなんですよね。まあでも実際たくさんの人が大変な目に遭いますから、それはそれで大変なんですけれども、ね、まあこれはもう全然言っていいかも、言っていいかギリギリの言っていいと思うんですけど、例えば旧ソ連とアメリカが冷戦時代に、うん、旧ソ連にお金貸してたのって結局アメリカなんですよ。まあ、これも情報公開法で明らかになっているのでね、うんうん、まあ、一応直接は貸してないですけど、イングランド銀行を通して貸してるんですけど、うん、結局冷戦も作られたものだったわけですよ、うん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 、そういうことでしょ。ジャパンっていうのはそういうことです、そういうことです、うん、つまり本当のことなんかねないんですよね。やめとこう。もうゆいちゃん。だから情熱のバラを打つ好きなんでしょ。お前ね。歌詞が。そうそういうことね。まあなんかこう言葉を選びながら収録するのやめよう。だから例えばヒトラーに誰がお金貸したとか、そういうの見ていったら、いろいろ分かってくるんじゃないか。そうだ。そういうことも調べてみたらいいんじゃないかと思った。戦争する前に。大きな戦争起こった時に誰がお金貸したかとか、そうです、裏に何があったかとか、そんなもん言ったらダメかもしれない。そうそう。でもね、まあ、全部ゆいちゃんのおばあちゃんが言ってた言ってた言ってた、ゆいちゃんのおばあちゃんすごいなと思って、全部台本書いてくれてるから。というわけでね、今週も、まあ、そういう見方でもう一つね視点を持ってそのニュースを見ていったらいいんじゃないかなと思いましたね。はい、で、まあね、来週もですねこういう、まあ、言うたら表のニュースだけいっぱいお届けしますんで、はい、よろしくお願いします。そろそろあかんと思うよなあ、ちょっとあかんと思う俺は。もう YouTube からずっと10万人台で下ろされるから、ね、YouTube は応援しませんっていう手紙来るかもしれない。というわけでね、はい、はい、ではですね次回も、まあ、裏話はするんですけどね、裏の表の話、裏の表の話、一つ目の感じでお願いしていきたいと思いますので、ぜひ見逃さないためにチャンネル登録のお願いいたします。ヘルマガトライアタも登録お願いします。お願いします。ぜひねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いします。高評価が多ければ僕たちも生きていけると思うんですなんとかいけると思います。 YouTube から助けてもらえるとか、まあ、バンされないと思います。ぜひ応援していただければと思います。はい、動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明書いてありますので、復習の夢を見てぜひ一度見てみてください、はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。何も言わんでええで、なんかごまかすために情熱のバラだと歌っておいてなごまかされへん、そんなんでごまかされへんから、なんか言おうとしてたから止めたで見るもの全部嘘だ言うたってだからね、言ってきたものや聞いたことを、今まで覚えた全部がデタラメだったら面白い、そんな気持ち分かるでしょっていうことで、はい、終わりにしましょう